ポンゾ作詞の例。水平線は実際には同じ長さである。ポンゾ作詞はイタリアの心理学者マリオ・ポンゾによって1913年に報告された作詞である。ポンゾは人間は物体の大きさを背景に依存して判断していることを示した。このことは長さの等しい2本の線を線路のように収束する線の上に描くことで示した。 上の線が長く見えるのは平行線が遠くに向かっているという遠近法に従って上側の線を解釈しているためである。このような遠近法的解釈のもとでは上側の線はより遠くにあるために長く見える引く、遠くのものは近くのものと網膜上で同じ大きさであれば近くのものよりも実際は大きいはずだからである。研究者の中には 月の作詞がポンゾ作詞と同様の原理で生じていると考えるものもいる。これは木々や家屋がポンゾ作詞での背景の役割を果たしているというものである。近系の物体によって我々の脳は月が実際の大きさよりも大きいように解釈するという考え方である。ポンゾ作詞の説明の一つは遠近法説である。これは作詞図形の遠近法観が 奥行きを意味する線の収束によって生み出されるというものである。つまり、二本の車線が水平線、あるいは焦点へと収束するのが原因であるという考えである。別の説明はフレーミング効果説である。これはフレームとなる車線と水平線との距離の大きさが決定的であるか、少なくとも作詞の大きさに寄与するという考えである。類似する作詞は、 触覚や視聴覚間での感覚変換デバイスでも生じる。ただし、先天猛者がこの作詞を起こさないことから、視覚的経験が先立つことが、作詞の発生には必要なようである。ありがとうございます。